ペレヤスラウは、ウクライナ、キエフ州の南東部における都市。ペレヤスラウ地区の中心。本来は、ペレヤスラウと呼ばれたが、1943年に、ウクライナ国民英雄、ボフダン・フメリニツキーにちなんで改名された。ペレヤスラウは、ドニュプロ川の左の支流である、トゥルービジュ川の下支に位置する。都市の地域は、トゥルービジュ川、有田川、カラーに川が流れる、半森林半草原の地帯である。地形は滑らかで、時々小さな丘が見られる。南部には、カーニウため池がある。気候は、大陸気候である。冬の平均気温は 6.5 度、夏の平均気温は 19.2 度となっている。イヴァン・マゼーパが建立した商店大聖堂の塔。ペレヤースラウは、はじめキエフ・ルーシの都市として、ルーシ年代記の907年の節に登場する。伝説によれば、この都市は、ルーシ人が遊牧民のペチェニフ人に勝利した場所に建設されたため、ペレヤースラウと名付けられた。ペレヤースラウは、キエフとチェルニーヒウと並ぶキエフルーシの最も重要な都市の一つで、キエフ大公の後継者が支配する地域であった。1054年以後ペレヤースラウは、キエフルーシの一つの公国、ペレヤースラウ公国の首都となって栄えた。その都市には、数多くの教会、病院、公衆浴場、水道などが存在した。1239年に、ペレヤースラウは、モンゴル帝国の軍勢の攻撃を受けて著しく、衰退し、14世紀に、リトアニア大公国、16世紀に、ポーランド・リトアニア共和国によって飲み込まれた。その後、1585年に、ポーランドの王ステファン・バートリは、ペレヤースラウを、ルーシ系区下、オストロージクイー家に与えると同時に、ペレヤースラウに自治権を賜った。16世紀末以降、ペレヤースラウ地域は、ウクライナコサックの活動地帯となり、17世紀半ばに至るまで、ポーランド政府に対するコサックの反乱の本拠地であり続けた。1648年から1657年の間にフメリニツキーの乱が勃発すると、ペレヤースラウはコサック国家のペレヤースラウ連帯地区の中心となり、さらに1654年にコサック国家とロシアツァーリ国がペレヤースラウ条約を結んだ場所となった。18世紀を通じてペレヤースラウは発展し続け、1738年にペレヤースラウカレッジが開かれた。1751年、そのカレッジでウクライナの哲学者、フルイホーリー・スコボロダが習字学を教えた。19世紀に、ペレヤースラウは、ポルタバ県ペレヤースラウ郡の中央都市となり、ウクライナにおける、正教会の中心地となった。都市には13の教会、2の寺院、神学校などの重要文化財が存在したが、それらの多くが、ロシア革命後、共産党政権によって破壊された。さらにペレヤースラウの市民は1933年のホロドモールと第二次世界大戦で大きな被害を受けた。1943年にペレヤスラウはペレヤスラウに改名され、1975年にキエフ州特別都市となった。2001年 28,983 人ドニュプロウクライナ伝統的文化博物館。ありがとうございます。